あれ？さっきのお兄さん。忘れ物？違うの？私は自由が欲しかっただけ。私は自由になる力を手に入れたんだ。
私は自由になるわ。魔法の中の生活なんてたくさん。お父さんなんて大嫌い。私は私の好きに生きていいって、そう教えてくれたもの。あの人たちが。なんで、あなたがここにいますの？あなた、今朝方の。彼女とは顔見知りだったのか。紹介する手間が省けたな。顔見知りだなんてとんでもないですわ。ふん、まあ何でもいい。改めて紹介しよう。こちらは今期から我が課に配属になった新人の朝霧カレン君だ。何か不審な点でも。そしてこちらが北条みなぎと桜水葉くんだ。いろいろと教えてくださいね、先輩。うん、よろしく。仲良くやってこうね。では一通り挨拶が済んだら私のデスクへ顔を出したまえ。町長が不審者によって殺害された件に関してはすでに確認しておる。これは君らに席はない。むしろ被害者ですよ。だが町長の娘を発見しておきながらみすみす彼女を取り逃してしまい、
挙句の果てに焼身自殺されたというのかね。だが事実だ。違うかね。しかも無人だった廃屋が自然発火して一瞬のうちに消失しただと？それを信じろというのかね。よろしい。上への報告はしておく。保護すべき相手をみすみす死なせてしまうなんて失態です。私も彼女と同意見だがな。私がその場にいたらそんな不手際はしませんでした。言わないで。そのくらいにしておかないか。王女さくらの2名は当分デスクワークにて通常業務だ。いいな。はい。ここに乱雑に積んであった書類だけど、私が全部目を通して処理しておきましたから。そうね、さすがに私でも小一時間はかかったわ。先輩も書類貯めないように頑張ってください。子供の負け惜しみみたいなこと言わないでください。おう、みなぎか。夜遊びはほどほどにしておけよ。Thank you.
ミナギ。北条ミナギ。ラリサだよ。私の家なの。みんなの家なんだけど。ねえ、もしかして昼間のことで謝りに来てくれたの？ラリサ、その人を責めてはいけませんよ。だって人には様々な事情があるものです。それを知ろうともせず一方的に責めてはいけません。はい。先生に免じて許してあげるわ。初にお目にかかります。僕はラリサたちの面倒を見ているカルロというものです。そのようですね。見たところサラリーマンの方ですね。これは恐れ入ります。これから我が家では夕食なんです。もしご予定がないのでしたらご一緒にいかがです？ラリサがお世話になったそうですし。逆、私が迷惑かけられたんだから。うちは客人はいつでも歓迎なんですよ。無理強いするつもりはありませんが。Thank you.